こんにちは、柴田です。今日はですね、このボスのオーバードライブディストーション OS2 柴管楽器さんでモディファイしてもらったので、音をですね、皆さんにお聞きいただこうと思います。どういったモディファイをしたかというと、このですね、中にオペアンプという小さなチップが入ってるんですけれども、それをですね、交換できるようにしていただきました。で、あともう一つは、ここ LED を青に変えてもらいました。こちらですね、高光と光るこの青、暗闇でもですね、かなり強い光です、というふうな改造をしていただいたんですけれども、今回のメインは音を聞いていただきたいんですが、こちらオペアンプですね、このエフェクターの中にですね、このチップが入っていて、それを交換することによって音が変わります。こんな小さいですね、チップを変えるだけで音が変わるっていう、かなり繊細な感じなんですけれども、どんな風になってるかですね、中身をご覧いただきます。じゃあ中身を見ていきましょう。裏にですね、ネジがあります。通常4つついてるんですけれども、今1個しかもう止めてなかったので、これをですね、ぐるぐるぐるっと回して、あ、落ちちゃった。ネジはなくさないようにしてくださいね。で、開けるとこれですね、クリアが入っております。こんな状態になってるんですよ、エフェクターって。すごいですよね。何が何だか分かんないんですけれども、中身開けていきます。はい、分かりますでしょうか。この子ですね、ここをですね、交換できるんです。これね、プチッと取りましょうか。プッと取りまして、こんな感じですね。ここに8つ4個ずつですね、刺すところがあるんですが、ここにこれですね、交換用のオペアンプがあるので差し込んでいくという風な感じです。ポンという風な感じで、結構ね、すぐに取ったり外したりっていうのができます。あとこれ取って、結構簡単に。ただね、向きをね、間違えないようにしなきゃいけないです。向きがあるんで、逆につけちゃうと音が鳴らないです。じゃあまずはですね、僕がお気に入りのこのクラゲくんですね、このクラゲくんから鳴らしていきたいと思います。ちなみに他に用意してあるのが、上から、これオリジナルですね、もともとついていたもの、そしてこれが TA7558P、 これチューブスクリーマーとかに使われてるやつですね。で、これが HA17458 と、で、これが有名な JRC の 4558D、 これをチューブスクリーマーとかに使われてたやつですね。じゃあそれぞれの音をですね、お聞きいただけたらなと思います。まあ、ちなみになんですけれども、使用するギターはこちら、ストラトタイプですね。3シングルのセンターを今回使っていきたいと思います。
な感じになりました。いかがでしたでしょうか。結構違いますよね。こんな小さいねチップ一つでこんなにもね変わってくるという感じで、音質音色という風な感じではなくて、どっちかっつったら抜ける部分、音の抜ける方向が各々違うという風なイメージを僕はしました。なので何がいい悪いとかではなくて、まあ、好みの抜け方をするチップを探すっていうのも結構面白いと思います。で千葉管楽器さんにですね行くと、僕と同じこの改造をマイスターの大崎さんがしてくれるので、ぜひぜひですね気になった方は千葉管楽器さんへ行って OS2 のオペアンプ取り替えれるような改造をお願いしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。